はい、皆さんどうも、ミスタローです。スプラトゥーンの実況プレイやりましょう。ここはなんだ、エリア24。くるくるなんちゃらかんちゃらだそうです。これあれだよね、前回さ、ボコボコに、なんだっけ、一つの面をクリアするのにさ、相当時間かかって、その、満身創痍のまま来て、すんごいプレイが雑になって、歯が立たなかったんですよね、この辺、確か。ちょっと若干記憶があるけど。で、結局、日を改めてやろうということでやっておりますと。どこら辺まで行ったっけ？ここら辺まで行ったの覚えてるぞ。これを、なんか焦っていこうとして、くるくるバーとなんだっけ、金網デスマッチだっけ？違うな。あ、これな。スーパーショット。スーパーショットがうまく使えんっていう話しましたね。なんだっけ、スーパーショット打ったら落ちたんだっけ、一回。この反動でノックバックでさ。せー。どこまで来た？ここら辺来たっけ？ちょっと在、あ、でも、え、持ったここ、今んとこで死んでんじゃない？下手すると。ここまで来たっけ？はい。あ、下ね。下降りて。そうか、これバーと金網が両方来てんだよな。とりあえずはここ乗っちゃえば。大丈夫でしょ？で、あっちにジャンプ台があんな。こっちはなんだよ、二つあんだ。なんだろう、道が変わる。あとパソコンの挙動が悪いけど大丈夫かな。大丈夫そうかな。ちょっと一応一旦止めます。ちょっと音声合わせだけやったと思います。ちょっとね、パソコンがやっぱね、怪しいプツプツっていう動きをするとね。はあ、なんか手に入れたぞ。これが実は各ステージにあったのかな、隠し要素的なあれで。なんかさ、全然手に入ってない石鹸的なものがあったじゃないですか。で、こいつはもうね、即一旦後ろ、うるすい、お前な、あいつにはちょっと練習力が勝てんだよな。どうすかな。一旦隠れて見失ったら、あいつ隠れんのか。そっか、なんか全然、あいつやべえな。これ何手に入れた。よいしょ。なんか全然揃ってないあれがあったんだけど、実はあったのか。ここに来るまで今何一つとして俺手に入れてなかったところとか。下に降りろって言って、おっ、おほほ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 、ちゃんと下を見てから降りてくださいってことですね。失礼いたしました。およっ、無視だ無視。よいしょ。で、とりあえず登るでしょ。周りを見渡す。そっちではなさそう。間欠泉がありますね。間欠泉っていうか、あれがありますね。あと、下がやたらとあれだな。できれば、下から。でも、これは、あ、そういうルート、またよくわかんないルートで行くってことか。うへ。周り塗っとかないとめんどくさいですね。およっ、どういくか。これ側面塗んないといけないからね。あ、待って待って、ジャイロだ。またジャイロおかしいな。待って、今いい感じだったけど、今いい感じだったんだけど、最後一歩がダメだったな。なんかやっぱね、パソコンの挙動がまた一瞬でおかしくなったんで。よいしょ。
とりあえずここ下塗って先端切りながら前に出た。最終チェックポイントか。連射系じゃなきゃいいんだよな。これどうなってんの。うふえ。あ、そこも動いてたか。そうか、意外と早く引っ込んでった。そっか、君も動いているのか。危ねえ危ねえ。ほっ、ひやー。パソコンの挙動が悪いとね、音ずれするんですよ。いや、その都度また新しく、結局どっかのあれが抜けてるんで、映像の方がなんだっけ、早回しになっちゃうんだよね確か。だからその都度またね、あれやんないといけないんですよ。音声を合わせないと音ずれをしてしまうので。まあ今見た感じ大丈夫だと。後ろから出てきた、もしかして届かねえな。届かなかったよね今ね。あ、後ろのやつ君か。ほい。あ、違う、ただ単純にダッシュジャンプが足りてないだけだ。よし、こっちか。よし、オッケー。ふう、でもあと3ステージなんだな。くるくる風車タコ軍団。あっ、20あったんだ。ここまで24に来るまでこれを一個も手に入れてなかったってことなんですね。ひどいな。結局 UFO は実際したそう。 B ボスパーク、B ボスパーク、爆弾ボスパークってことは、あいつらがいっぱいいるってこと。ああ、来たよ来たよ、トルネードタコプター、タコスナイパー、タコスナイパーもいいの。でもあいつらね、撃つまでラグあるから。どこ行った。あとはこれがマジでどこに落ちてくるかなんだよね。見えないとこだとマジでどうしようもないから。あと先回りしてくるやつな。あれ戻ってきてね、戻ってきたね。どこだったっけ。一応下でマップ見ながら動いてはいるはずなんですけど。危な、ここの上にあれだな、なんかあるんだよな。あ、あった。怖っ、危ね、危ね。うふわー、よし。あれ意外と早くついたぞ。こいつだけじゃないってこと。あ、でも最終だって。こいつ見てる場合じゃねえな。あれすげえ楽だったけど、なんで
タコスナイパー、いや、すごい楽だったな。これが多分こ一番楽だったんじゃねえ。まあ、他のアイテムを探そうとすると大変だったのかな。にゃ、にゃ、にゃにゃにゃ。ほら、すげえ楽だった。短かったしね。鍵を見つけなきゃいけないっていうのが大変だったのかな。あと一ステージある。全力タコズネス。ワカメ小娘、塩の目。ほんとだ、確かに、あれが出てるね。宝の地図のマークみたいなのが、まあ確かに出てたんだよ。やっぱあったのか。タコズネスは逃げてるっしょ。相手はどっかでも飛んでくっかんね。こっちの方が大変かな。3個任せた。任せないでくれ。どうだった。アイテムはなるべく取っていきましょう。スーパーショットゲット。どうせ復活してくんだから無視でいいんだよなと思うんですが、ダメかな。あと今のところそんなに姿が見えない。どっかから撃ってきてんなっていうことわかるけど、ここはどこ。こっち行けばいいけど、いるよな多分。ここにいるね。てかよくよく考えるとこさ、普通にさ、マップ下のゲームパッドに大体映ってるっていうことが分かりました。なんか出てきました。隠れてんだな。あら、やってんな。ダメでした。足取られた途端に弱くなりますね、私は。で、ここ一周すればいいって書いてある。さっきこっちから行ったっけ。これあれか、ミーバースかなんかに投稿されたやつだっけ。ミーバース終わっちゃったんでしたっけ。私ちょっと分かってないけど、ここはチェックポイントか。チェックポイントの場所も教えてくれんだね。戦うつもりなんてないぜ。私は逃げることしか頭にないぜ。戦って勝つことじゃないのでね、この目的は。あ、わかんない。そうしないと出てこないあれもあるかもしんないけど。ほら、戦わなくていいだろ。ねえ、スナイプされたんですけど。うますぎだろ。すっごいタイミングでやられたね。ここでやられるなんてことがあるんだ。着地狙うとでしょ。ワカメ小娘、塩の目。隠れて見えね。さあ、これでさ、ラスボス戦だと思うんですけど。これがすげえ上の方にあるんだよね。電池も全部ゲットしない。あた、お、電池のやつ。あれ、上どうやって行くんだっけな。上登ってかないといけないんですよね。でしょ、上から、あそこ上に行く直通ルートだったかな。ちょっとすいません、見えないです。あ、下の方に確かあんだよな。これな。これで結構ショートカットできるんですよ。で、ショートカットも何もあそこ飛べばよかったじゃんっていう話ですね。で、こうやって。とりあえずひたすら上に登っていけばいいから。あ、これか。ここで上でジャンプ台があって上に。止めた。よいしょ。最後の決戦、タコツボキング。ボスコ。よいしょ。やるぞ。どうなってんのそれ、 UFO に乗ってるってこと？動い、そう、これ結構動いてた、しか動いてた気がするんだよな。シャッフルシャッ。おお。宇宙空間で戦うのかな。